皆さんこんにちは、ともやです。今日はですね、最近ゴルフにハマっててこんな感じでね、これが確か9万ぐらいゴルフ5でするセットなんですけど、ちょっとね、下手くそすぎてゴルフでドライバーを地面に叩きすぎてへこんじゃったんですよね。ここちょっと待ってくださいね。今日の夜ご飯はすき家ですね。近くにね、すき家があるんでテイクアウトで、その前にと明日でね、明日1日休んだら7連休終わってね、仕事なんで今日はいっぱいお酒飲もうってことで、今時刻は8時半ぐらいですね。今から友達と電話してでね、結構ダラダラしながら12時ぐらい寝て、仕事と同じ時間に起きようかなと思うんで、その前に皆さん乾杯。乾杯。今日は何をするかと言いますと、 TikTok で車のバンパーに湯をかけたらへこんどうバンパーがポンってなるんですよね。それ見とって、あれ、ちょうど俺ドライバーへこんどったなって思ったんで、今日はそのへこんだドライバーに湯をかけてみたいと思います。ちょっとね、紹介します。キャロウェイなんですけど、セットで買ってたんですけど、ここ見てください。めっちゃへこんでるんですよね、ここ。ここにね、湯をかけて再生するかっていうのと、ちょっとね、職場の先輩に勧められてグリップ変えてみたんですよね。これ工賃300円含めて1000円なんぼでしたね。そんな感じでね、こう、あの硬いシャフトなんでね、こんな感じなんですけど、ちょっとね、今から風呂場行ってセッティングします。風呂場行ってセッティングしますね。ちょっと、いやマジでね、足で申し訳ないけど、よいしょ。これちょっとタオル怖いな。ここにかけたいですけど、どうしよう。こうすっかな。とね、よいしょ。ちょっとね、毛が大丈夫かな。はい。これですね、ここ光った部分。ここに湯をかけます。今。どうなるやろ。いきます。どうだ。あれ、全然治らへんぞ。水かけてみようかな。これに思いっきり水かけて、ここに湯を比べて、もう一回水、おっ、ちょっとマシになったんだ。熱い、ドライバーが燃えて熱い。結果発表します。これ全く変わらなかったですね。この通り。残念よ。まあ下手くそで地面叩きつけてる自分が悪いんですけど、うわー、なってほしかったな。まあ、こんな感じでね、今日はあのドライバーを再生するってことで全然再生しなかったですね。好きな牛丼を食べてゆっくり寝たいと思います。またね、いろんな動画も出すんで、よかったら見てください。今日ね、晩餐をしようと思うんで、山崎とジャックダニエルとビールをね、用意して一人で楽しんでいきたいと思います。まあ、友達と電話しながらですけどね。そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。ちょっとね、ゴルフ場行って汗かいたんで、まあ、打ちっぱなしね。じゃあまた会いましょう。バイバイ。